平野紫仕様、ルイ・ヴィトンのランウェイで輝く、ファッションとファンの心をつかんだ瞬間、日本の人気アイドルであり、ナンバー・アイ、ナンバー・アイのメンバーである平野仕様さんが、香港で開催された、ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーに参加し、その様子を自身のインスタグラムで報告しました。この記事では、平野紫仕様さんのファッションショー参加についての情報と、 ファンから寄せられた反応に焦点を当て、彼の魅力と影響力に迫ります。平野潮さんが香港で行われたルイ・ヴィトンのファッションショーに参加した際、彼はグリーンとブラックのダミエ、一松模様、柄のスーツで登場しました。このスタイリッシュな姿勢に、彼のファンからは熱いサポートと共に絶賛の声が寄せられました。平野さんは、 香港のアベニュー・オブ・スターズで開催されたファッションショーに出席し素敵な時間でしたとコメント。そのコメントとともに彼が披露したグリーンとブラックの市松柄スーツが彼の個性的でありながらも宣伝されたファッションセンスを象徴していました。特に歯ブラシを加えたオフショットが公開され、 これによって、平野陽さんの親しみやすい一面もファンにアピールしました。このようなユニークでキュートな一瞬に、彼の魅力が存分に現れた瞬間と言えるでしょう。ファッションショーへの参加。ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーは世界的なファッションイベントの一環として注目を集めています。 香港のアベニュー・オブ・スターズで開催されたこのショーに平野紫耀さんが参加したことで彼の国際的なファッション界での地位が一層高まったと言えるでしょう。ファッションショーでは平野さんはグリーンとブラックのダミエ柄のスーツでランウェイを歩きその姿勢と表情からはプロのモデルとしての資質を感じさせました。 彼の服装はシンプルでありながらも遊び心があり、彼自身の個性を引き立てていました。ファッションの舞台での活躍は単なるアイドルから一躍トレンドセッターとしての地位を確立したことを示しています。彼のセンスとスタイルは若い世代だけでなく幅広い層の人々に影響を与えています。ファンからの反応。 平野紫耀さんがファッションショーに参加した情報が SNS で広まると、ファンからは多くのコメントとともに熱狂的な反応が寄せられました。彼のスタイリッシュなスーツ姿や、歯ブラシを加えたオフショットに対するファンのコメントは様々でしたが、全体的には絶賛の声が多くを占めていました。スーツ姿の紫輝くめちゃくちゃかっこよくて惚れ直しました。 もちろんキメキメの姿もいいけど歯磨きタイムの方が気ュです。こうしたコメントからは彼の異なる一面に対するファンの期待と喜びが伝わってきます。アイドルである彼がファッションショーに参加することでファンは新たな一面を見ることができ、それが大きな驚きや感動を生んでいます。平野紫耀のファッションへのアプローチ。 平野志耀さんはこれまでにもその独自のファッションセンスで注目を集めてきました。彼の衣装やスタイリングは個性的でありながらも時折クラシックな要素を取り入れファッションの枠を超えた独自のトレンドを築いています。特に今回のルイ・ヴィトンノランウェイでのスーツ姿はその一環と言えるでしょう。 グリーンとブラックのダミエ柄は一見派手に見えるが実際には上品であり、そのバランス感覚は彼のファッションセンスの深さを物語っています。彼のスタイリングには常に遊び心があり、そのファッションに込められたメッセージは多くの人々に届いています。また、歯ブラシを加えたオフショットなど、カジュアルで親しみやすい一面も同時にアピールしており、 これが彼のファンとのつながりを一層強化しています。ファッションアイコンとしての地位の確立。平野紫洋さんがルイ・ヴィトンノランウェイに登場することで、彼はアイドルとしてだけでなく、ファッションアイコンとしての地位を一層確立しました。ファッションショーは一般的にプロのモデルや俳優が登場する場であり、それにアイドルが参加することは異例です。 しかし、その異例性こそが平野紫耀さんのファッション界における存在感を際立たせています。彼のスタイルは独自であり、同時に広く受け入れられる要素も含まれています。これにより、彼は幅広いファン層から支持され、多くのメディアやファッション関係者からも注目を集めています。結論。 平野紫耀さんのルイ・ヴィトンのランウェイ参加は彼の多彩な一面を示すものとして大きな話題となりました。彼のファッションセンスやスタイリングには個性や遊び心が光り、これが彼をファッションアイコンとして際立たせています。ファッションショーへの参加は単なる服の着こなし以上の意味を持ち、その場でのパフォーマンスやステージ上での存在感が求められます。 平野耀さんはそれを見事にクリアし、国際的なファッションシーンにおいてもその名を轟かせています。彼のファッションへのアプローチは、若い世代だけでなく、様々な層の人々に影響を与え、共感を呼び起こしています。今後も彼がどのようにファッションの舞台で活躍していくのか、ファンやファッション愛好者たちは期待と興奮を抱えていることでしょう。